石原明の経営のヒントプラスの第7回目、ツナの方でも皆さんぜひ聞いてみたいという質問だ。速読を効果的に活用する方法を教えてください。みんなが多分思ってると思います。これはコミュニケーション能力とか、例えば上司が部下をどう指導するかって言った時に、はい、実は決定的に重要なのが言葉の数なんだよね。ボキャブラリーを増やすには実は読書しかないんですよ。これ理由わかる？そうそう、はい、実は日常会話でやり取りする会話の数ってすっごい少ない、はい、小さい頃に文学に触れたりとか言葉の機微に触れたり、はい、例えば基本的には日本人って世界中で一番頭が良くなる可能性がある。だって形容詞が一番多い。西洋の人ってどっちかというと制服文化でしょ、はい、馬乗って戦うだから言葉が短いんですよ。で日本って割とその濃厚だから、はい、四季があるでしょ、はい、雪がしんしんとか、はい、さめざめとなくって英語ないじゃないですか。相手に思ってることを伝えようと思ったらどういうふうに表現すれば相手の気持ちと一緒になるかってことがすごく面白くて、だからあーっていうのが共通でしょ、はい、そうするとそこからコミュニケーションが解けてきますよね。っていう意味では本たくさん読んで単語とか表現とかをいっぱい知ってないと実はダメなんですね。で、速読って大きく分けて右脳系の速読と左脳系の速読がある。で、右脳系の速読が実はすごく主流になってる。で、実は右脳系の速読って脳の中に大量にデータを入れちゃって自分が意識してるしてないにかかわらず右脳の中にデータを入れちゃってるってことですよね、はい。で、必要な時にひらめく。人間集中すると潜在意識の中に飛んでくから、はい、過去データとかいろいろあるじゃないですか。本は見ときゃいいと、見た情報は全部潜在意識に入ってるんだよとか、 あるいは過去の情報も自分が意識してるしないに関わらず入ってますから、それをこうヒントにしてひらめく、うん、困ったなと思って何かやってたら突然あこういうのがあったっていうのを誘発させたいっていうのがどっちかっていうと、はい、右脳系の速読なんですよ、うん、ところが多分一般の方が速読に期待してるのはそっちじゃなくて左脳系でしょ。左脳系が今言ったような言葉の数とかボキャブラリーとか表現をいっぱい覚えておいて、うん、コミュニケーション能力が上がったり、はい、もう一つ今読んだものをそのまま今ここで使いたい、うん、新聞読んだり経済誌を読んだり資料を読んでそれを早く内容掴んで、はい、その場で使いたいっていうのは実は左脳系の速読でないと対応できないんですよ、うん、ただ右脳系の速読の方が圧倒的に主流なんで、みんな左脳系でやりたいことを右脳系でやろうとしちゃうから混乱がありますよね。それから右脳系と左脳系のだと圧倒的に左脳系の方がとっつきやすいんですよね。なので最初にするんだったらきっとこのフォーカスリーディングの方が、はい、3倍とか5倍には確実になっていくし、うん、見たものを覚えてるという意味では非常に良いので、はい、やった方がいいと思います、うん、これね速読するときどっちにしても脳のことを知っておかないと速読できないんですね。例えば信じた方がものは早く達成しますよっていうのも、はい、あれはすごく理にかなっていて、ええ、できるかできないかよくわからないなと思いながら努力するっていうようなとって、実はブレーキかけながら努力するのね。まあ切羽詰まった状態でも何でもいいんですけど、するって決めてできないことを意識から消してしまうと、はい、やることだけになるんじゃないですか。それって自分の能力を信じたのと同じ状態になる。だから命令されてても稽古は上司に命令されてても前に行った方が成功しますよね、はい、だから迷うっていうのは止まるってことなんですよね、うん、だから静止してるっていうのと行動するっていうのと、行動する方が迷ってない状態なんですよ、うんはい、物事を実現させるには行動する時間を長くした方が明らかに方向性がないといけないけど、はい、そういうことも含め脳の性質を分かった上で自分を信じながらできるに決まってるって言いながら学習すると実は速読も入ってくる、はい、そこのところが分かってる人はすごい。でそういう意味では人間にはもともと能力があって、はい、速読くらい誰でもできるんだもんって言いながら学習すると、はい、早く身につきます。それはやっぱ仕事だったり生活に対しても全く同じことなんですよね、うん、それは素直な人は成功しやすいと言ったりとかするんだよね、はい、教育をする場合には素直に聞いてくれるような自分になっちゃえば聞いてる人は安心するんで聞いてくれるみたいなことで、はい、教える側の責任にもなったりしますけどね、うん、利用に関して言うと、はい、速読ってすごく習慣性の高いものなので、はい、いつもやってた方がいいですよね。本を読むこと、はい、あるいは情報を見ること、例えば今なんかってメールがたくさん飛んでくるじゃないですか。で新しくこう身につけるためには毎日やった方がいいに決まってるじゃないですか、うん、ですよ。だからなるべく速読使う時間を増やした方がいいですね。だからメールを読むときも、はい、例えば本読むときもそれをずっと使いながらやった方がいいです。英語もそうで、はい、英語を習うっていうときにわざわざ英会話学校に行かなきゃいけないってやるのか、はい、昔僕言ったことあるんだけど英語を習いたいっていう営業マンの人がいたんですよ。で英語を習いたいんだったら外資系の会社に飛び込みすればいいじゃんって言ったんですよそしたら仕事で使わざるを得ないことになって、ね、行けるようになるでしょ、うん、っていうふうなことも含めてやればと言って、うんしたことありますけど、だからと効果的に活用することはいくらでもできる情報があるということを考えて、はい、やり方は勉強した方がいいと思うんですよ、はい、でも勉強した後どうするかって言ったら見るもの聞くもの全部速読で学習してみるとか、はい、
ったら両方に使えますね。活用するとしたらさっき言ったみたいに右脳と左脳両方できるようになった方がいいので、情報が入ってくるものがあのひらめくっていうことと、はい、ロジカルにいろんなものを見て、はい、それをそのまま使えるっていうことを使い分けるといいんじゃないですかね。小説とか読するのはどう、あのできるようになっちゃうと同じみたいよ。あの理解力の速さによって、はい、正しく理解してれば早くとも遅くとも関係ないみたいな。やっぱりそれまあ訓練というか習慣ですね、うんうん、一緒にその左脳から入って右脳まで抜けちゃうこともよくあるんですけど、はい、30分で泣きながら小説読んでる人とかもいたりするからねちゃんと文章も味わって、あもう完璧完璧。逆に言うと、はい、あのトレーニングなんですよ、はい、要するに脳の処理速度ってすごく速いので、はい、止めてるのはさっき言った、はい、できないっていう感覚が止めてるだけの話、はい、でしょ。だから、ね、少ない時間でもパッとあの分かる。例えば人と話してて、はい、あこの人こんなこと考えてるっていうのは瞬時に把握するよね、はい、あれと同じような感じなんで、そこにあんまり制約はないですけどね。ただあの気分的にはなんか落ち着いたところでゆっくり浸り見たいっていうのは、はい、とっても大好きなんで、はい、いいですけどね。今僕も逆にリミット限界作っちゃいましたけど、うん、そうその必ずよく分かったね、読み方とかもこうしたものじゃなきゃいけないっていうところで、そこ は外さないとというか、そう一番いい外し方は、誰もやったことないことはさすがにねできると思いにくいけど、はい、この地球で誰か何かやってることであればいるんだろうなっていう風な考え方を僕はしてるけど、はい、誰かが何かやってくれると、いやすごいあそこまでいけんの人間はっていう風に思うようにしてる、はい、僕もワクワクしてきました。あとこうビジネスに携わるんだったら、さっき言ったコミュニケーションっていうのもそうだし、あの少なくとも1000冊ぐらい本読んでないとダメだから、早く読まなきゃいけないので、はい、速読はビジネス何か成功したいと思うんだったら絶対した方がいいですよね、はい、仕事ができる人というか経営者のそういう方は、うん、本を読むのがすごい早い人が多いって言いますか。うん、だって集中してるもん。やっぱその中に入って読んでるから、はい、周り関係ないですよ。一番集中してる状態っていうのは、あの本屋の立ち読み状態とか、あ、はい、気がついたらコンビニだったみたいな状態なんだけど、はい、そこの領域に入ってますよね。それってすごく情報が入りやすい形なんだけど、はい、読書にある程度慣れてないと、あと没頭して読むってことを体験してないと、そういう読み方できないんじゃない、はい、読めって言われて教科書みたいにこうなんか読みながら周りのことを全部気になっちゃうっていうのは、少なくとも卒業しないといけないんですよね、はい、でそういう意味でもたくさんの本に触れてみたいな、そういう意味ではもう情報量というのは圧倒的に必要なので、はい、速読身につけるとビジネスにも役立ちそうです、ね、そうそう。だけど質を求めるというのはまず量から入らないといけないんだね。まずそう、はい、量をいっぱい生きながらだんだんだん質が分かってくる世界になって、はい、やっぱり自分を鍛えるという意味でも、あのある一定の情報が入ってないと判断もできないよね、はい、例えばそういう人に会えるとしても、はい、かなりのことが分かってないとその人の言ってる価値も分かんないですね、はい、だからその中でそういう意味ではその情報の受け皿みたいなことを作るけども絶対本を読んだ方がいいね、うん、ぜひご活用していただければと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。